悪いね、ハッカーに死体処理の手伝いなんかさせて。ああいうのは得意じゃないんですが。まあ不法侵入の家で無駄な時間は使えませんからね。ところで御堂正剛をどう思う？不安ですね。目立ちたがりは犯罪に向かない。そこが面白いんじゃないか。今回の事件を通して彼の進化が試される。人間の価値を測るにはただ努力させるだけではダメだ。力を与えてみればいい。法や倫理を超えて自由を手に入れた時、その人間の魂が見えることがある。弱者が強者になった時、善良な市民が暴力を振るう自由を手に入れた時も、そういう時に何が起きるのか興味があるんだ。旦那はやるんですか？ネットやら高機能アバターやら。たまに覗くよ。情報収集さ。全体的にアバターをまとった方が人は本音に近いことを語りやすいと思う。さっきも言った通り、ある種の自由があるんだろう。しかし安易な手段で手に入れた自由はすぐにチープな万能感に化ける。さて御堂正剛はどうなるかな。